藤野秀幸、ここで回ってきました。これ一番ドキドキだ今ね、はい。さあスタートしていくチームと東洋タイヤドリフト180、藤野秀幸どんな走りを見せるのか。練習走行では本当にいい走りができていなかった。さあ振ってくる、藤野秀幸遠いところ、それでもうまく合わせてくる。いやー飛び込んでる、安全だ。これも減点ない、減点なければこれはいける、決めたな、これはいける。さあさらなる走りを見せるか、はい、さあ藤野 98.4 という素晴らしい走り、1本目見事に見せました。ベスト16に残っている、さらには上げていきたい。うどうかな、思いっきり振ってきた、ったね、そしてギリ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 のところ、どうでしょう。ゾーン3怪しかったですね、はい、横井さんどんな顔してるかな。行きましょう、カーナンバー66藤野秀幸 VS カーナンバー5宇都宮明則。さあいよいよベスト16の最終組8組目、藤野秀幸登場です。そして宇都宮明則との対戦ということになりました。先行藤野、あとは宇都宮、1本目来た来た来た、ゲーンと伸ばした、すごい差が出た。さあ何かちょっと宇都宮ミスがあったかもしれない。いや、いいとこ通っていく、藤野が完璧、いい走り。これは宇都宮ちょっと何かあったかも。あのね、加速中にはいシフトミスか、車内圧調整をして、はい、スタート地点セットセットされました。さあいよいよ入れ替え2本目のスタートということになります。はい、では入れ替えいきましょう。さあどうなるこの8組目の対決、藤野がこのまままず1個、まず1個、1個ずつチャンピオンに近づきたいところ。さあどうなるか、宇都宮明則踏ん張るか、宇都宮先行、あと追い藤野、藤野いい位置にいるはず。さあ藤野がいい位置にいるが、さあどうだ、飛び込み近いところ、さあこれはあたー、飛び出た、距離もいいね、あと追いポイントも取ってる、あと追いも取った、そして先行飛び出てる、ベスト8進出、藤野秀幸。はい、面白そう、いや面白いですよこれどうなるか。さあセットされましたよ、これ。そうですよね、うん、大きな戦いですよね。そうですよ、もうシリーズ決まりますよね、これ、はい、さあでは行きましょう。カーナンバー9須永直人 VS カーナンバー66藤野秀幸。さあいよいよリンロンタイヤチームオレンジ須永直人ランキング5位、ここは藤野を破ってさらに自分のランキングも上げていきたいというところですが、はい、しかしチャンピオンをかけて藤野、まずは遠い、どう見せる、セナの後に対して、ヤンキラのところに入ってきたが、どうでしょう、振り返し、ぐーんと寄せていく、入った、入った、入った、先行飛び出る、先行飛び出る、飛び出る中、飛び出る中、ぐーっと寄っていったのかどうか。だけど、セナのそのまま行き切ったんですね。それに対して、スタートからオンロード入った時に戻っちゃう。グッて戻ったんですよ、ね、あれは引かれて当然なのかなというところ。さあ、では入れ替えいきましょう。さあいよいよ入れ替えです、1本目はイーブン、どうなるこの対決。さあ2本目のスタート、藤野秀幸はもう思いっきり行くしかない、先行、あと追い、末永直人がどう出る、どう出てくる、まずは藤野思いっきり、そしてどうだ、返してくる、あと追い取ってくるか、どうだ、今は取っている、あと追いポイントも取ってそうだ、取ってそうだ、さあどうなる、うわー、どうなんだろう今の。末永直人